皆さんトコムスケ TV の時間がやってきました今週は東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんに解説をお願いいたします小針さんよろしくお願いいたしますいやあの台風の台風自体は私そんなにあれだって夜中だったので朝大変でしたよね、えー、朝そうですね電車が<の>、えー、バイクありましたね、はい この、あの、小針さん結構遠くに住んでらっしゃるので、2時間 2>, <laughs> ?2 時間かかりました、ね。お疲れ様でした。疲れ様でした。はい、さっきまでヒーヒー言ってらっしゃったんですけどね。はい、ちょっとひざむりしたいところですけども、<laughs> 頑張ります、はい。はい、頑張りましょう。<laughs> はい、さあ、今日はですね、4部構成でお送りしたいと思います。えー、第1部がいつものように商品全般の値動きを起用、そして第2部では注目のプラチナについて解説をしてもらいます。第3部が金、そして第4部が 小林さん得意のゴムについて解説いいいいをしていただきます。さあそれでは値動きの方から見ていきたいと思いますが、はい、やっぱりプラチナですね。はいそうですね。あのー、石油もそうですし、まあ、金の値段は、えー、上昇一服。はい まあ商品全般にちょっと目立った値動きがない中、プラチナがちょっと高騰してるんですよね、どっぽ高という風うな様相で、そういったこともあって、プラチナ、今、大注目っていうような状況ですので、この銘柄ちょっと外せないかなっていうのと、これからちょっと上がり、まだ上がり始めですから、まだちょっと高値期待ができるかなっていう状況ですので。上がるんじゃないかなと。そもそもですね、金はもちろん、 プレッシャーメ進めてある貴重な鉱物じゃないですか、えー、それ以上に白金ってもっと少ないんですね。うんえー、金の需給規模が4000トンに対してプラチナの需給規模って大体200トン、はい、20分の1しかないんです。と、うん、いうことは当然プラチナよりも金の方が安い、はい、金よりもプラチナが高い、うんで、もっと需給規模が小さいのがパラジウムですよね。ですから本来は、はいえー パラジウム、プラチナ、金というふうな順番の値段がつくのが、需給からすると、あの、普通の状況なんですけれども、はい、それに対して、プラチナが今、金とプラパラジウムに対して相当安いんですね。はい、そういったこともあって、まあ、寝頃がいいって言いますか、うん、まあ、物色がいっていうんですかね。まあ、そういうことで今、プラチナが上がっているので、はい、まあ、その辺をちょっと、あの、注目すべき。 状況かなって思ってます、はい、第二部でね詳しくお話しいただきます、はいまあということでまあここに書いてございますけれども,も、ね、800ドル付近から一気に1000ドルまでえ9月に入ってから上昇したということで、うん、すごい今マーケットで注目してますね、うん、30%の上昇率 いや、ごめんなさい、これ金ですね。ごめんなさい。ね、いや、えー、23%? ドル建てベースは25%、はい、円建てベース23%だか高ということで、はい、でも、はい、えー、まあね、これ、まだ上昇、まあ、起点の、まあ、始まりですから、うん、金がね、あのー、約、8、え、区、ー、ですから、ん 昨年の8月からか、ですから13か月かけて、今山さんや言った30%高ていうのは、月かけて去年からずっとかけて13か月かけて3割高、プラチナはわずか2週間で2割以上の上昇ですから、いかに本当に急騰ですね。そうですねということで、商品全般の値動きですけど、今申し上げましたけども、原油の値段が横ばいということもあって、ですね全般的には CRB 商品質で見ると170ポイント付近で、 お見合いというふうな状況が今、続いてますね。うん、プラチナだけがトップ高という状況です。はい、で金,金はですね、五千三百円台まで投球を上げたんですけれども、うんえー、高値一服で今、今、修正安という場面ですね。うん、まだちょっと、うん、修正安続く感じが、ちょっと濃厚ですね。うんはい はい、そしてプラチナ、プラチナもずっと上げて、えー、3400円台まで上げたんですが、うんはい、こちらの方も、駅過ぎからちょっと今、修正安という状況です。はい。原油。横ばいですね。すねまあ、見ていただいて分かるんですけど、うん、5万5000円付近で、東京原油先切りは、えー、もうほとんどテクニカルなラリーという感じですね。はい えっと、直近ですね、7月初めの高値、7月中旬の高値、うん、で、7月下旬の高値、ここでヘッドショルダーが形成されてるんですね。ですから、ちょっと上値、えー、重いと言いますか、高値ちょっとつけたかなという感じがします、はいはい。場合によっては昨年12月の安値付近まで下げておかしくないような今、状況になってます。はい。で、ゴムなんですけれど、うん ゴムも、ゴムの方は白金とは全く真逆で、大幅、うん、続落という状況ですね。うん、今年3月の高値200円飛び台、はい、今年6月の高値200円飛び台、この2つの200円飛び台の高値でダブルトップ、うんうん、でまあそこから大きく下げているという状況で、今、 芸の方では昨年12月の安値まで下げる可能性があると申し上げましたけれども、ゴム、うんはい、の方も昨年11月の安値、この辺まで下げる可能性がある,なあるかなという感じですはいでも結構もう迫ってきてますね。うんそうですね、でも逆にもう、安値、はい、大底付近まで来ているので、ここからまあ上昇してもね、うん、おかしくないかなという感じはするんですけれども、ただ状況的には足元、まだ良くないという状況です。さあ今週の予定なんですけれども この中で注目は、はいえー、と中国の新車販売台数ですね、うんえー、これが、えーはい、今9月です、8月までの現在の中国の新車販売台数出ますけれども、はいえと、先月7月までが、えー、13か月連続の前年同、えー、期比マイナスということで、非常に良くないんですね。はい、で前年の、えー、2018年の月を境にずっと、はいあの 新車が売れてないんこのグラフがありますよね、このタイミングというのが、ちょうどトランプ政権が中国に対して歓声をかけた時期なんですね、うん如実に出てますね、すねやはり中国とアメリカの貿易摩擦、うん、この影響で中国の景気が良くなってない、うんそれとともに新車販売台数もちょっと押し込んでるるというのが、まあ、このグロハを見てからも分かるかなこういうことになるわけですね。そうですね あ他のね、中国の経済指標もあんまりよくないですけども、はい、中国政府の適特抵抗入れ策も、なんか合体合体っていうふうな感じがしますし、ちょっと、うんまあんまりよくない感じがしますよねじゃあ、伸びないでしょうね、今回も販売台数は。そうですね。うん、9月から関税の対象を広げたじゃないですか。はい、で来月10月からは、今度はその前まで第1から第3弾までやって、はい さあ、か,かけた関税率をさらに。 うん、増やしますからね。はい、よりちょっと悪くなるかなっていうと心配がさらに悪くなるんじゃないかと。そうですね。そうするとやっぱりゴムの価格にも影響出てくるわけですよね。そうですね。産業素材全般にまあ需要が伸びない、えー、需要が冷え込む、消費が冷え込むということで、時給バランスがやっぱり悪化してしまう、うんうん、緩和するという状況で、うんはい、それとともにちょっと上値が重いかなという感じが拭いされませんよね。はい。はい わかりました。ということで第一部はこの辺で、うん、はい、はい、終了でございますはい、はい、あの書いてありますチャンネル登録よろしくお願いいたしますいいねもついによろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますポチッとね <laughs> はいお願いいたしますさあ、えー、続きまして第二部では、うん、プラチナについて解説をしていただきますのでどうぞお楽しみに一旦失礼します